こんにちは。こんにちは。こんにちは。未来に残したい授業です。このチャンネルは普遍的な問いに対するお考えをお持ちの方々にお話を伺い、一緒に考えるチャンネルです。今日はですね、前回もお招きしたお二方なんですが、美学者の吉岡弘先生と、あと文学紹介者の頭木弘樹さんをお招きしてます。お二人ともまた再びすいません。ありよろしくがお願というごしざいまます。す。よろしくお願いします。今日はですね、お二方にお聞きしてみたかった内臓の哲学、文学というテーマでお送りしたいと思います。前回は頭木さんのこの自分疲れの本を吉岡先生が読んだら、触発されたことっていう感じで、その内臓の哲学と文学にたどり着けずに、吉岡先生の感想を聞いてるうちにこう楽しく時間があっという間に経ってしまったっていうのが前回だったので、今日はその内臓の経営について話せたらと思うんですが、そう、私がこのお二方で話してほしいなって思ったのも、内臓について吉岡先生が以前、その内臓の専門家ではないんだけれど、いろんな方にインタビューされてたりとか、私にはなかった視点を内臓に関してくださったから、この2人でちょっと喋ってみてほしいなと思ってこのオファーしたぐらいで、私は内臓について吉岡先生の見解がすごく新鮮で好きだったんですけど、以前このチャンネルでも少し触れてくださった野口みちぞうさんっていう方が書いている原初生命体としての人間っていう考えをちょっとまず冒頭に、ね、吉岡先生からご紹介してほしいなと思っています。はい。野口みちぞうさんという方は、東京芸術大学の体育の先生をしてた人なんですけどね。世代、その本自体はもうかなり昔の本ですが、彼はもともと、やっぱりこう戦前の、軍隊の体操とかね、ラジオ体操なんかもそういう感じなんですけども、要するにその人間の体を、筋肉と骨格と筋肉でできた、ある種のこう機械のようなモデルで考えて、で、その運動能力とか柔軟性とかを、鍛えるというね、そういう思想の、近代西洋的な体操の、あり方を、もちろんその最初にこう叩き込まれたわけですけれども、それに対してすごい疑問をある時からね、持たれるようになって、で、その筋肉骨格モデルではダメなんじゃないかと思って、人間の体は、皮膚というかね、膜で包まれ、ま、あの、体液が膜で包まれてるっていうね、そういう側面があるじゃないかと。で、筋肉とか内臓とかの、そういう、骨とかね、そういうものは、その、膜の中に入った袋の中の液体の中に浮かんでるだけじゃないかというイメージで体操を考え直すとね、何が大事かというと、要するに、こう、力を入れて、こう、動かすということよりもね、その袋を揺さぶると。この袋を揺さぶることによって、その中にある いろんなその臓器とか筋肉とか骨とかそういうものがこう揺れ動くというね、そういうことで、その組み立てていったものらしいですね。で、前に別のところで、何さんにもお話したことがあったかもしれないけど、それは単なるその体操の改革ということだけじゃなくて、生命観というか、人生観というか、そういうものも変えてしまうというのは、筋肉と骨格でできた、ものが体の、モデルだとしたらですね、それが一番効率よく動く時期っていうのは、やっぱ若い時というかね、10代とか20代のこう非常にこうピチピチピチした体が、一番、理想でね。で、その後、それは衰えていくだけっていうか、だんだん動かなくなったりさ、体が曲がらなくなっていったり、力が衰えていったりするか。つまり、その、年を減るということが単なる劣化というね、そういうことでしか、イメージできなくなると。しかし、体液の入った袋であればですね、これは、たまたま若い時は、その袋の中の、ある、そのシステムが非常にこう強靭でね、あるけども、それが大事なんじゃなくて、
液体の入った袋だという意味ではですね、赤ちゃんの時から老人まで同じなんですよね。うん、だからむしろその若い時というのがある種特殊な状態に過ぎなくて、で、うん、赤ちゃんって結構ブヨブヨだしね、うん、その時でもだんだんとこうしぼんでくるっていうね、だから似てるわけですよね。だからそれが生命の、まあ、原型みたいなものとして、考えようという、まあ、提案なので、非常にこう広い視野から見られたもんだなと思ってるのと、それからやっぱり、うん、筋肉とか骨格とかをモデルにすると、やっぱりその人間とかその脊椎動物とか、なんかこう高等な動物と下等な動物みたいな、つまり人間とか犬とか猫とかそういうものは非常にこう高等で、それに対して、骨とかを持ってない動物ね、ミミズとかね、うん、ウジ虫とかね、そういうその、うん、ものはもうなんかもう全然こう生命としての値打ちが低いみたいなね、そういう価値観に傾きがちだけどね、だけどその体液の入った袋だっていうんだったら、それはなんていうか原初の単細胞生物でもね同じですからね、基本的にだからそういう非常にこう発想の転換が僕にとっては魅力的だったので、野口道三さんと直接お話しした経験はないんですけれども、いろんなところでその思想に触れたりで、実際それが体操だけじゃなくて、いろんな舞踏をやる人とかですね、でそういう人たちの中にこう影響を与えてるんですよね、うん、というようなことでしょうか。はい、ありがとうございます、うん、そう筋肉骨格モデルで考えると、こう10代が理想の状態でっていうのは本当その通りだと思って、前になんか読んだことある本では、人間の体のピークはその18歳で、でそこからはもう劣化に向かっていくみたいなことを読んですっごいショックを受けたんですよ。もうそんなの早すぎるじゃないですか、ピークが。そっから先すごい長すぎだろうと思って、大きなショックを受けたことを覚えてるので、筋肉骨格モデルは確かにそういうふうに残りの人生を劣化バージョン、劣化版だとこう思わせちゃう発想だなって今聞いて思って、思いました。柏木さんは今のお聞きになっていかがでしたか？いや、面白いですよね、うん、どうしても動く部分を中心に考えてしまいますけど、うん、それ以外のものの方が多いんですよね、うん、まあ、内臓もそうですけど、うん、でも内臓もほとんどの人にとってはもうブラックボックスなんですか、うんうん、知識としては分かってるけど、まあ多分健康に来たらほとんど意識しない、うん、ですよね、まあ、意識するのはやっぱり動いてる部分で、うんうんうん、本当内臓がねブラックボックスっていうのはすごく思うっていうか、まあ、普段見れないじゃないですか、自分で自分の内臓って。だから私なんかは好奇心旺盛だから、産後胎盤も見せてもらって、もう本当に産んだすぐ後によくそんな気力あるなって感じだけど、まあ、見れる機会ないからと思って、うん、胎盤見たいですって産む前から伝えといて、そういうことしてくれる病院もあるって聞いてたから、だからそう見せてもらったら本当に内臓そのもので、しかもすごいやっぱ大きくて、思ってたより大きくて、うん、で汚いっていう感じじゃ別にないんですよね。もう腸とか胃とかいう写真で見たことあるそういう臓器そのものっていう感じで、わあこんなのが入ってたのかみたいにいい思い出として残ってるんですけど、でも本当そういうことがない限りやっぱなかなかね見る機会がないのくて、ブラックボックスなのが内臓だと思いますね、うんうん、ブラックボックスがゆえになんていうか、まあ、分からなすぎる、自分でも自分の内臓のこと分からなくて、で、まあ、病院でね何か問題自分にこう不調があった時に病院行って検査して、で数値がどうですみたいに言われて、まあ、その数字とかで判断するしかないというか、そういうものが内臓だなっていう私にとってはイメージなんですけど、
吉岡先生はこのね、9月1日の君への中でも内臓の声を聞くっていうようなことをおっしゃってくださっていて、その吉岡先生はその内臓に関してどういうふうに考えてますか？いや、あんまり改めて考えることはあんまりないんですけど。でもわざわざさ書いてたぐらいだから、そう。うん、あのね、自分自身がどっちかというと、なんていうかな、こう、すごい自分のその体の中の変化に、あの敏感っていうといい意味で、なんかちょっとね、過敏なところがあるんですよね。あの、怖がりなんですね、つまり、子供の時から。で、結構でも僕の、まあ、世代の問題もあるかもしれないけど、あの、小学生とか中学生の男の子の社会の中では、みんなあんまり気にしないんですよ。あの、ちょっと、なんていうかな、なんかちょっとこう、調子悪いみたいなことを言うと、あのなんか弱っぽく見えるっていうか、なんか男らしくないみたいな、そういう価値観で、結構そのちょっとぐらい気分悪くても平気でなんか遊んだりね、スポーツやったりするっていう方がなんかいいみたいな価値観がね、子どもの世界にあったんですよね。で、僕はすごいなんかちょっと不調だと、いや、もう休むみたいな感じで、なんか結構それで正直そういじめられたっていうか、よくあのちょっとあの排除バカにされたみたいなのがあったんですけども、でも僕、子供の時にその内臓について、その特に内臓というテーマとして関心があったわけじゃないけど、あの一つは、怖いっていうのがあったんですね。自分に一番近いもので、それによって自分の生命が成り立っているにもかかわらずね、あのそのまともに見ることができないというか、やっぱ怖いものというかね、やっぱホラー映画とか、そういうそのスプラッターとかね、そういうものでは、やっぱりおぞましいものとして現れてくるじゃないですか。自分のものであるにもかかわらずね。で、実際にその、なんか事故の写真とか、それから、まあ、戦争体験とかの中で、なんかそういうね、なんかこう死体のイメージとかね、そういうもので、やっぱりその恐ろしいものっていうのが片一方にあってね、どうして恐ろしいんだろうという、自分に近いものなのに、どうして恐ろしいんだもの、恐ろしいんだろうということを考えてたんですよ。うんうん、で、普段なんか自分の内臓の状態に鈍感な人でも、例えば、夢でね、あの、ちょっと気持ち悪い夢って見るときが、あの、例えばちょっとこう食べ過ぎたりとか、なんかの、あの、やや不調のときね、意識してるときには何も感じないんだけれども、うん、夢の中で、なんかその、結構気持ちの悪い夢を見て、それが内臓のイメージと結びついて、自分の内臓のイメージと結びついているような夢ってよく見るんですけども、見ませんか？で、その夢で分かるんですね。夢が教えてくれるっていうか、要するに内臓が夢を通して、そのメッセージを送ってるみたいな感じ。で、ないですか？小白木さん。わかります、その感覚。いや、あの、普通の人でもね、内臓の調子で随分感情は動いてると思います、うん、僕の場合それが極端だから意識されるけど、うん、普通の人はあんまり意識せずに、なんかもう今日頭に来ることが多いと思ってたら、実は自分のお腹の調子が悪いなんてことはね、いくらでもあることだと思いますね、うん、ただそれは内臓のせいだと思ってないんですよね、うん、多くの人はね。夢が、内臓が夢を通じてメッセージを送ってくるっていうの面白いなって思ったっていうか、私はそれこそさ、あのこの頭木さんの本には非常にこう触発されて思い出してくるのはやっぱ排泄系のこととかなんですけど、よく夢で今でもね、たびたびあるのが、多分これはすごい多くの人にある夢だと思うんですけど、トイレに行きたいって夢の中でも思ってて、それで間に合わなかったっていう夢で、それで間に合わなかったって、もう、ま、夢の中でもトイレに行ってて、もうギリギリのところなんだけど漏らしちゃうっていうのを夢ではもう何回も見る。それでシャーってなって起きて夜中にトイレ行くみたいな。それはあるあるですかね。どうなんだろう。聞いたことない人に。吉岡先生、それはありますか？いや、
それで思い出すのは、やっぱありますよ。夢の中でね、なんかおしっこを我慢できなくて漏らしちゃったみたいな、夢のね、なんか、で、子供の時はね、子供の時は、その夢見るとね、本当に漏らしてるわかるわかるわかります。だけど、大人になったらね、起き一れるみ瞬たドキッとして目が覚めるんだけど、大人になると漏らしてないんですよね。いな。すごいよな、そで、れなんであれね。胸、夢の中で排泄してるあの感覚があったのに、大人になったら、子供の時はそれで本当になんか、ね、漏おらねししょてしてたた。のに、どうして大人になったら ならないんだろう。すごい。それ、なんか前回話したやっぱコントロールの話とも通じるなって思うけど、まあ、そういう機能が、なんていうの、筋肉ってことなのかな、が子供の時より調節が効くようになるってことなのか、まあ、子供の時は本当に夢の中で漏らしたらそのまんま布団もびしょ濡れみたいな そう、それはよくあった。よくでもないけど、まあね、ごく稀にあったから、だから私は子供が漏らしても怒れなかった。なんか、あ、そういうことってあったよなって、そう 思って、上の子なんかは結構その、まあ、漏らした子、うち3人もいるから、誰かが漏らせば他の2人にもバレちゃう、同じ寝室だから、子供の中でもね。で、漏らした人はこうバカにされるんだけど、バレないようにこうさっさと処理してあげてましたね、よく。そう、当たり前のことのようにしてたのは自分が漏らしてたからっていうのは、あったんですけど。僕結構遅かったから、それがなくなるのが。だからす小ご学い、生は？幼稚園の時とかだけじゃなくてってことですか？幼稚園、小学校に入ってからでも時々あったような でもあった気がとする。思う、低私学も。年の時には。言わないだけで、もうこれは別に自柏木分さもんも。ね、小学校ぐらいに入るとね、やっぱ自分も悩むんですよね。だから言わなくなるなんもか、んね、そのこと。そう。そ修学旅行とか行ったら恐怖じゃないですか。う。そんな。確かなんに。か、本当。で、どうした、ど、なんかね、その頃、今はそんなことないだろうな。なんかね、お灸で治すらしいんですよ。近所にね、お灸の人がいるんですよ。お灸をちゃんとできる人が。で、それでね、それ連れて行こうって、それって連れて行かなあかんなとか、おばあちゃんが言い出して、そのお灸の恐怖で止まった。お灸。お灸据えられるのが嫌だっていうか、暑いからね、あれね。なんかね、すごい、その方がずっと怖いっていうね、思ったのと、あとその子供の時怖がり、僕ね、田舎の家で育ったので、夜中にトイレにね、起きる時ね、この今のマンションとかそういう感じじゃないからさ、こう廊下を、縁側をね、外が見える縁側を歩いて、その家の端っこにあるトイレまで行かなきゃいけなくて、で、本当に小さい時はもちろん連れて行ってもらってたけど、まあ、小学校ぐらいになると一人で行かなきゃいけないじゃないですか。ね。で、それが怖すぎるので、だから我慢してたっていうのがあるような気がする。いや、そう、柏木さんのもう最大の功績は、こういうトークを大っぴらにする人を増やしたっていうことだと思ってます、私は。素晴らしい仕事をされてるなと思います、私は、それを。僕は小さい頃はないんですよね。まあ、記そ憶がないう。だけかもしれないけど、あんまり漏らしたりで困った覚えはなくて、その代わり二十歳以降、大いに困るという 逆転現象をね やったわけですけど。いやでも今お話伺っててね、全然関係ないようですけど、僕は自分が手術とかしてるから、スプラッター苦手なんですよ。だけれども、ゾンビもの大好きなんですね。ゾンビに大変ね、憧れをいつも抱くんですよ。うっとりするよ。で、それなんでだろうって自分でもいろいろ思ってたんですけど、さっきね、骨格系、筋肉系っていうお話も伺ってて、あとその内臓で感情が動くっていうお話も伺ってて、結局ゾンビってあれも内臓は銃で撃ち抜かれても何しても全然平気なわけですよね。
で、頭ももうわけわかんなくなってるじゃないですか。だからあれってもう内臓も知能も何にもなくていいと。全部なくなっちゃっても、もうその骨格系、あの筋肉系だけの存在じゃないですか。もうね、内臓に左右されないんですよ、あの状態は。で、知能にも左右されない。で、食べるのは食べますよね、人間に噛みついて。だけど排泄は全然ないじゃないですか。ゾンビの排泄シーンっていうのはないわけ。あれ食べるけども排泄の煩わしさもないという、ね、あれ結構人間のこうありたいっていう願望の究極なのかなって。でやたら力強いでしょ。まあ、ゾンビは死体だからね。あの動く死体でし、もうすでに死んでるわけだから怖いもんなしですよね。ある種の理想状態ってのはもう生きてる状態では得られないというもので、だから逆に言えばその内臓のないロボットっていうのはゾンビに近いわけですよね。エネルギーも入れるだけで排出しないし、確かに電力とかだよね。本当だよな。そう、あのこの自分疲れの中でね、ロボットには内臓がないっていうふうに書いてあって、それあの熊谷慎一郎さんがおっしゃった一言だっていうふうにもありましたけど、本当だって超びっくりしたっていうか、気づかなかった、言われなきゃ気づかなかったけど、人間と何が一番違うかっていうか、まあ、今って人間に似せたとか知能、高度な知能を持ったあのロボットとかが作られようとねしてますけど、何が一番違うかって内臓ないやっていうのは驚いたし、それについてね、こう吉岡先生にもぜひ聞いてみたかったんですよね、あのロボットと内臓ってこと。そうだよね、その、ロボットには部品はあるけどね、あの内臓がないっていうのはあの面白い言い方だなと思いますね。それそこから分かるのは、やっぱり内臓っていうのは、さっきメッセージを送るって言ったけども、あの自分のパーツであるにもかかわらず、ある種の独立性を持ってて、もちろんその内臓単体では生きてはいけないんだけれども、その第三が自分の取り出された胎盤を見て、ある種感銘を受けるようなね、存在感っていうかね、この人、この人、こんな人だったのかみたいな、要するに、まあ、人格とまでは言わないけれども、ある種の主体性を持った存在なんですよね、内臓っていうのはね。いや、不思議なのが、そう、私がねこの自分疲れを読んで、すごいこういうことを一緒に話してみたいなお二人とって思ったのが、内臓も本当はこうつながってるっていうか、独立してないけれど、それぞれのパーツがね、だけど名前をつけられたことによって、こうそれぞれの内臓を認識してるじゃないですか、小腸とか。あの私虫垂炎もやったことあって切ってるんですけど、その部分盲腸とかそういう風なこうパーツとして思ってるけど、この本の中にあなんかどこかにありましたよね、その本当はこうつながってると。そうだから、それのそういう認識すらも、で養老孟司さんもよくそういうことをね、なんか本で書かれてたのを覚えていて、こう名前をつけているのは人間だから、その脳科を養老先生ってこう、あの脳科社会なことを何でもこう脳で考えすぎなことをあのに注意してるっていうか、そういうふうに脳でばっかりあの考えないで体から感じろみたいなことをよくおっしゃってますけど、そうやって名付けて各パーツとして認識してるのも、まあ、後付けというか、本当は一体っていうかね、つながってる、それぞれだけじゃあの存在できないというか、つながってるから、それはどういうふうに考えるのかなっていうのもお聞きしてみたかったですね。吉岡先生はその今各パーツ、各パーツある程度独立してるっていうのは、あのほら、落語の中にね、あの古典落語じゃ、古典落語にもちょっとあるけどね、やっぱりこう体の中の話って出てくるの、あのがあるんですよね。でその体の各パーツ同士がなんかこう話し合うみたいな、あのまあ戦記の虫とかあんなもそうだけど、あの体の中のねことをやるけど、結構そういうその近新作というか近代の
新しい落語でもですね、あれなんていうタイトルだったか忘れたけど、なんかこう、体の中にいる者同士がこう対話したり、お前はいいなみたいな、これちょっとなんかちょっと炎症というか、エッチな落語なんですけども、そのお尻の穴が、おちんちん羨ましがるみたいな話、あるんですよ。なぜかというと、そのお尻の穴はさ、そのうんちの処理しかいつもね、させられてるけどね。で、性器の方は、なんか楽しいこともしてるじゃないかみたいな。こういう、なんか本当に人格を持たせて、こう、内臓じゃないけど、まあ体の部分同士が対話するみたいな、ことをね、まあ、笑いのネタとしてね、想像してるのがあってですね。まあ、そういうのは、ちょっとこう、内臓の、なんか、それぞれの持ってるキャラクターみたいなものをこうユーモラスに、扱うね、そういう感じだと思う。もちろん、なんかそういう、いい例を今急に思い出したから、具体的ないい例を思い出そうとしてるんですけども、いくつかありますよね、そういう、体の中を主題にした、笑い話みたいなもの。頭木さんはいかがですか？その内臓の独立性とかについて。これはね、心でもよく天使と悪魔とかやるじゃないですか、自分の中でも。なんかこういう悪いことしちゃえよって言ったら、もう一方がダメだよって言ったり、自分の中会話みたいなのあるじゃないですか。あと、いろんな年齢の自分がいたりね。心だってそういう風ですけど、体もね、本当にそれぞれのパーツが結構自己主張があって、で、こうスムーズにいってるときは問題ないわけです。スムーズにいかなくなると、それぞれの主張がね、激しく出てくるっていうのは、実感として感じましたね。点滴だけで絶食を、まあ、1ヶ月以上くらい。それは特殊な点滴なんですけどね。やったときに、栄養はある程度足りてるんで、上はそんなにないわけです。ところが食べ物が口から入ってこないという、まあ、本来人間にはありえない状態が起きるわけですね。そうすると、まあ栄養入ってんだからいいじゃないとはならないんですよね。口がなんか噛みたい噛みたい言って、舌が味わいたいと言って、喉が飲み込みたいって言って、で、胃がなんか入れろって言ってくるわけです。それはね、普通の時のお腹空いたっていう一体感のある感覚とは全然違って、それぞれが個別に叫び出すんですよ。例えば僕、だから隣のベッドのおじさんが自分のペットの犬をこう可愛いでしょとか見せてきたときに、人のペットを見せられてもと思いながら見たら、骨の形したガム噛んでた写真で、わ、羨ましいと思っちゃって、すっごい噛みたいわけですよ、自分も。あれあったら噛んじゃうかもってぐらい噛みたくなってる自分に気づいて、それって、いくらお腹空いてても、普通の時にはないでしょ。お腹空いたから、あれ噛みたい。ないですよね。だからね、噛みたい、飲み込みたい、味わいたいとか、個別にこうやってくるんですよ。だからこれね、結構それぞれの欲求があって、健康な時はそれが全部こう、うまい具合に出されているんだなと。結構合議制で動いてるんだなと思いましたね。面白い。それは僕もなんかその体の中の各部分がこう共存してる感じのイメージに近いのはね、その別にその自分の中にいるいろんなこう内臓や組織がみんな自分という一人の人間を生かすために一致団結して協力してやってるというよりは、互いにそれぞれの内臓のなんかこうしたいっていう利益があってね。で、その間でニゴシエーションをしながら、バランスを保ってて、そのバランスが保たれてるっていうのが自分が健康に生きてるということのような感じがするんですよね。だから、この必ずしもその、なんか、その全体
ていうかね、生き物全体が、まあ、王様みたいに全てをこう、うん、あのコントロールして統括してるというんじゃなくて、うん、なんかその、 あのいろんな階層で、こうあの戦ったりこうあの交渉したりしながら、うん、あの平衡が保たれてるっていうね、うん、感じするんです。なんかその前に誰、石坂圭っていう人かな、あの漫画でね、うん、あのお母さんあの、ね、まだ妊娠してねいるねお母さんがね、の胎児が外に出てくるって話があるわけ、うん、でまだ生まれない前でへそのつけたままね出てくる漫画だからね。でそれがお母さんに向かってその部屋の中見渡して狭い部屋だなこんなとこに生まれるのかよ俺はみたいな、そのもうすでに一つの人格を持ったものとして生まれてくる子供が出てくるという、これはまあ漫画だからこう設定自体はナンセンスなんだけれども、でもあの、その母親と母体と胎児との間の関係は必ずしもねこう母性的なこう神話的に語られるようなあのこう、常にこう保護して守ってあげるっていうようなねそういう一方向的な関係ではなくて、胎児の方は胎児の方で自分がどうやったら安全にこう生まれてきてね生きられるかっていうことをね模索していて、で母体の方はその自分の子供ではあるんだけれどもやっぱり自分の体に負担をかけるものじゃないですか、だから異物でもあるわけですよね。だからその間でこうやっぱり交渉しながらやってるんだと。だからその進化生物学的にもその交渉の結果として人間みたいに結構長い間お腹の中に入れといて、ね、産むとやっぱり分娩には危険を伴うし母体への、 あの、負担も多くなるんだけれども、その代わり生まれてきた胎児はあの生まれてきた赤ちゃんはもうすでに成長をある程度してるから、うん、まあ安全あ、ね、比較的まあ安全である、まあ、人間の場合にはあんまり一人ではすぐに生きていけないけども、あの馬なんかはねすぐに立ってあの歩いたりするじゃないですか。うん、それに対して例えばパンダとかさ、それから、そういうその、カンガルーとかね、うん、すごいちっちゃい状態で、産み落として、その代わりそうするとその、その分娩の時のリスクは少ないけれども、うん、その代わりその一人で生きていけないから、うん、だから袋の中に入れてずっとこう、保護してやらなきゃいけないっていうね、うん、だからまあ、ある意味そのニゴシエーションの結果カンガルーの場合にはあのお母さんの価値なんですよね。自分は楽に埋めて、うん、その代わり守ってあげるみたいな。で、人間の場合は赤ちゃんの価値みたいな。自分は、あの、ある程度成長して出ていくから、いいんだけれども、その母親にとってはね、その分娩の負担が非常に大きいというような、いくつかのソリューションがあってですね。だからそのそういうふうにしてこうバランスの上で成り立ってるというか、まあ、どっちも正解なんだと思うんだけども、それと同じようにやっぱりこう内臓同士の間のコミュニケーションっていうようなものが結構常に起こっていてね、うん、で、答えは一つじゃないとは思うんですけれども、ある方向で平衡状態に達している人も健康だし、なんか別の方向でもうだから健康って僕一つじゃないと思うんですよ。人間の健康状態をね、その数値化するときにね、今はなんか割と単一の基準で測られて、血圧は絶対これ以下でないといけないとかさ、うん、血圧なんて昔はすごい、血圧は血糖値とかさ、うん、あのね、血圧とか血糖値の数値って昔と全然基準、1970年代とかもっとあの高くても全然高血圧って言われなかったのに、今言われるでしょ。でそんな、だって健康ってそんな時代でなんで変わるんだって思うじゃない、うんうん、それはやっぱり別の都合で変えられてるんですよね、うん、あのだから本当はその人間が健康であるっていうのは一つの状態じゃないと思うのに、割と今のなんか我々の健康感の貧しさはさ、なんかこう上から押し付けられた一つの数値的基準に合わそうとしていくから、あのしんどいんじゃないかなっていう感じがしますね、うんうんうん、今のその健康感は本当は一つじゃないんじゃないかっていうのを聞いて、柏木さんはどう思いましたか？
トルストイのね、幸福な家庭は全部似てるけど、不幸な家庭はそれぞれ違うっていうのがありますけど、まあ健康も普通はね、健康は一つで、病気はもう山ほどたくさんあるというふうに思われてますけど、まあ実際、健康と病気の間はもう長い長いグラデーションもあって、病気か、健康かではなく、まあ健康も種類のがあるのかもしれませんけど、その健康から病気に行くいろんな段階、ほぼ健康だけど ちょっとぐらいのもあるし、そのグラデーション考えるとね、どこが本当は境界線なのかなってのもありますね。でもやっぱり人間白黒つけたがるから、いや、僕は本当はね、ほとんどの人は世の中健康で、まあ僕みたいに病人は本当少ないと思ってたんですけど、一旦自分が病気すると他の人も自分の病気を割と告白してくれるようになって、実はこういう持病があるとか、実は生まれつきこういうところにちょっと奇形なところがあるとか、そんないろんなのを言うとね、結構ね、多いんですよ。あれ？と思って。これ本当に何にもない人って一体どれぐらいなんだろうと思うと、意外にそうでもない。言わないだそけ。う、それを隠してね、本当にはっきりしてる人だけを別グループにしちゃうから、それどうなんだろうなとは なんかでもその日本でもまあちょっとそういう傾向あるけどね、アメリカ合衆国、北米のね、文化圏ではね、なんかしゅ、その自分のが健康じゃないっていうと、すごい就職とかいろんなものが不利になってるじゃないですか。だから健康を装わなければ生きていけないみたいなプレッシャーがやっぱあるんじゃないかな。日本にもある程度あると思いますね。いや、それは本当不健康になってどれほど仕事がもらえないかっていうのは僕も経験しましたね。もう頼んで入院とかされちゃ大変だからみたいな、うまいこと言って仕事がなくなるんですよ。まあ中にはもちろん優しい人いますよ。入院中のところに来て仕事を頼んでくれるような人もね、いるんだけど、本当にそれはやっぱり少数派でね。まず健康っていうんで、それがなくなるとまあ脱落者。だからまあ50代ぐらいで入院する人多いんですけど、まあ同僚が嬉しそうに来ますよ。お見舞いに。あなた終わりましたね、みたいな感じ。出世競争ひで、どい。もうクラッシュして、レースから出ちゃったわけですよ。で、私まだ走ってますから、みたいな。落ち込むんですよね、それ言われた方が。あれはね、なかなか残酷で、本当会社員の人ってこういうふうになるんだって、まだね、20歳でしたから、なんて恐ろしいと思って見てましたね。いや、それはありますね。なんか人間の、その全然ね、そう、悪い人じゃない、なくてもね、ある種のこう人間ってやっぱ根本的に残酷さを持ってるなっていう感覚はね、その僕ぐらいの年になるとね、やっぱりかなり、同じ年齢でもね、分かれちゃうんですよね。健康な人はすごいピンピンしてるし。もうすでに死にそうな人とかいるんですよね。で、なんかそういうその調子の悪い方の人の噂をするときにね、まあ、ちょっとこんな言い方をすると、なんか抵抗を持つ人もいるかもしれないけど、嬉しそうなんですよ、基本。健康な側の人は。いやー、大変だね、あいつも、みたいなことを言いながらですね、表面上は心配してる風なことを言いながらね、やっぱりそのどっかにはね、嬉しそうっていうか、本人も自覚してないかもしれないけど、楽しそうなんですよね。そういう、人の不幸をね、語ることが。それはありますよね、どうしても。戦場でも周りがどんどん弾に当たって死んでいくと、自分も危ないと思うんじゃなくて、周りは当たったのに自分は当たらないというんで、こうむしろ英雄感を高めていくっていう話読んだことがあって、そういうもんかと思いましたけど、やっぱり病気もね、流れ弾みたいなとこあるから、自分が当たそうらないね。とだんだん自分は無敵みたいな感じに、喜びがふつふつと湧いてくるっていうのはあるでしょうね。
やっぱりそのブラックボックスだから何が起きてるか分かんなくて、その不安っていうのは根底にあるわけですよね。こう手みたいに見えてれば、あ、今日も異常ないなってのは分かるけど、誰かが何かあったって言った時、自分は本当に大丈夫なのかってこれ分かんないわけで、そこの不安でね、不安があるからこそやっぱ勝ち誇りがあるわけで、残酷さが生まれますね。だから熊谷さんからね、ロボットが内臓がないって言われた時に、やっぱり2つのことを思って、1つはやっぱ羨ましいっていう、そうか、だからサイボーグ化がされて、もうあの電力かなんかで充電で動ける人間になればですね、僕のあの病気の悩みってなくなるわけです、あとお腹の調子が悪いから機嫌が悪いなんてことも一切なくなるわけで、なんて素敵なんだというのが一方で、もう一方で、だとしたらロボットは絶対人間的にはなれないなと、どんなに知能を高めても、まあ、本当に人間的な思考っていうものは、その思考がいるかどうかは別にして、それがこう同じ思考にはなれないなという、両方感じましたね。吉岡先生は今の聞いてどうですか？そうですね、なんかロボット的なものに対する憧れはやっぱり人間にはあると思いますね、どんな人でもね、多かれ少なかれあると思う。なんかそのさっきね、ゾンビっていうのもね、なんか同じようなとこがあるけど、まあ、ゾンビもあのロボットも、まあ、生きてないっていうか、生きてないっていうのは、なんかその生きてるっていうことがもしもその、その自分の体を構成しているもののこう非常に、微妙なあの平衡状態のように成り立っているものだとしたら、やっぱりそのゾンビはもうすでに死体だし、ロボットはプログラムされてその通りに反応するだけだから、ある種のこう、その不安、あの生きてるということの不安定さから逃れたいというときに一つのね、モデルになるなと思う。でも僕、ゾンビっていうのはね、まあ、僕、ゾンビ映画もスプラッタ映画も両方苦手なんだけど、ゾンビ映画って、なんか70年代にはかなりマニアックなというか、それこそスプラッタホラーみたいなのと同じぐらい、みんなが見るようなもんじゃなくて、かなり特殊なね、思考の人が見るもんとされていたのに、結構この2、30年、めちゃくちゃ市民権を得たというか、ゾンビは大人気ですよ、ゾンビ。そうそう、有名になりましたよね。みんながそのゾンビ映画を見るかどうかということを超えてね、例えばその、ハロウィーンとか、ね、ハロウィーンとかゾンビ関係ないじゃないですか、本来。なのに、誰でも知ってるというか、なんかみんながそういう、こう、一般的なキャラクターになってきたのは、やっぱりその、普通の人の中に無意識に、やっぱりそのゾンビ的なものに対するある種のこう同一化というか、憧れというかね、まあ、自分自身の身体イメージを投影している部分がね、多いなと。だから全然こう、そういうマニアックなものじゃなくて、本当に現代人の普通の感覚にの中にね、入り込んできてるなっていう感じがしますよね。ゾンビってあのズルズルベタベタじゃないですか。あれってのもあの普通にあの健康な人間として生きてるときにはすごい避けるもんだと思うんですよ、あのズルズルベタベタ、ぬちょぬちょしてる、そうそうそう、そういうものって極力避けて、さらっと爽やかに汚くなる、それが辛いっていう反動もちょっと、そうだね、本当だな。ゾンビだとズルズルベタベタぐちゃぐちゃしてるほどゾンビなわけで、価値観の逆転がね、でも現実の人間がなんかそういうさらっと爽やかみたいなことにすごくこうそうでなければいけないっていう、あの批判にね縛られてるので、なんかゾンビがそれを保証してくれてるみたいな感じしますよね。そうそう、普通に生きてたらもう鼻垂らしてるだけで結構大変でしょ、
今話したら喋ってたら、何なのこの人って、それだけで大変なことに。いや、今子供でもいないでしょ。あなたらしてる。いないですよ。あんまり昔の子供は大体、冬は大体垂らしてる。あの青っ鼻を垂らしてとかね、うん、よく物語とかにも出てきてたけど、うん、なかなか見ない、本当今はね、うんうん、そう、その衛生感っていうか潔癖感っていうのは確かにそれを常にこうなんていうの、良識のある大人はというか、まあ子供も含めてね、良識のある人間は綺麗に保ってなきゃいけないっていう観念がもう入っちゃってるから、それってでも相当こう気をつけて保たなきゃいけないじゃないですか、うん、もう全部だってさ、歯磨き粉も私もそういうの買ってるんだけど、口臭予防のなんか最先端科学がみたいな、そういうこととかが書いてあるさ、もう売り文句がそうだし、そういうことを読むとさ、あ、なんかこっちの方がこれ良さそうだなみたいに思って、いつもやっぱさらっと綺麗にっていうのは、あの、うん、理想として持っちゃってますもんね。で、こう汚いところは見せちゃいけないっていうことを思っちゃってるから、そのうんちのこともそうだし、前回言ったあの生理のさ、血がこうすごく多く出ちゃった時に、あの椅子に漏れちゃうとか、そういうことって全然あるわけですよ。服とかについちゃうとか、それだってすっごい恥ずかしいことのように、いけないことのように、やっぱ女の人は認識してるっていうか、あ、本当ごめんなさいみたいな、なんていうの、もし同性同士だったら、女性の別の女性がそういうふうに血液がこう服についちゃってたりしたら、あ、ちょっとついてますよとか言ってあげると思うけど、やっぱなんかそういうことを言うのですらなかなかためらうくらいの、もうそういうものは外に出るときはもう出さないって見せないみたいな固定観念への恐怖とか不安っていうのが、ゾンビの絵のあのドロドロぬちゃぬちゃべちょべちょ臭そうとか、ああいう、それでも彼らは立派に愛されてるじゃないかみたいなキャラクターとしてそれへの憧れっていうのはあるのかもしれないと今聞いてて本当に思った。その衛生へのね、こう脅迫観念みたいな、うん、でもそのドロドロべちゃべちゃのものっていうのは、うん、ある意味その生命というものの強さをね保証してくれてる本だと思うんですよね、うん、で昔のあの子供がね、あの冬外で遊んでてね、うん、なんか青っ鼻がずるずるずるいつも出ててさ、それが口に入ったりするんだよね、うん、あれはやっぱりその子供のその免疫をあの鍛えるね、うん、あのことであって、あんまりきれいにしすぎるとね、やっぱり免疫系っていうのはそのか常に外からあの抗体、いろんなその世界の中にあるね、うん、抗原の物質をあの少しだけ取り込んで、あんまり取り込むと病気になるけども、少しずつ取り込んで、うん、それに対して訓練を行っていかないといけないのに、うん、今みたいにこうあの綺麗でサラサラの環境になってね、うん、無菌状態のね、うん、あの環境にいるとね、やっぱそう鍛えられないことによって、結局その見た目では綺麗かもしれないけども、うん、あの体の力っていうのは弱まって、抵抗力っていうかね、免疫、うんの力が弱まっていくっていうことだから、なんかその辺がこう逆説的っていうかね、うん、あの僕藤田浩一郎さんっていうね、その寄生虫学者の先生とね、うん、何回かお話した時にはやっぱり彼のようなお医者さんはちゃんとそういうことを言ってくれるんだけども、うん、あのなんか多くのお医者さんはあんまりそういうことをね、うん、言ってくれないというか、あの言ってくれないどころか、やっぱそのこまめな消毒と滅菌を消毒とかいいと思ってるっていう、そうすごい推奨するじゃないですか、うんうん、でもその手を洗いすぎるとさ、うん、よくないって、今もその今でもまだね、ちょっとコロナの影響であの常にこうアルコール除菌する人とかいるじゃないですか、うん、でもあれやりすぎると、あのあんまり頻繁にやりすぎると、要するに表面の常在菌をね殺してしまうので、うん、結局不健康になっていくわけじゃないですか。きれいにしすぎると不健康になるっていうね、うん、だからといって不潔がいいのかっていうと、もちろんそうじゃなくて、うん、ある程度は清潔は保たなきゃいけないんだけどっていう、そのバランスが問題なのに、うん、なんかそのみんなこうこれさえしたらいいとかね、その殺菌さえすればいいとか、うん、マスクさえすればいいとかね、なんかこれさえすればいいという一面的な価値観だけで
判断することによって、なんか結果的には不健康になってるっていうのが、なんか現代社会じゃないかなと思う。どうですか、頭木さん。その頃合いって難しいんですよね。僕うも免疫落ちる治療を受けてたんで、ものすごい感染症になりやすくなって、電車で隣の人がごほんって言ったら、もう風邪で寝込むわけですそよ。そううなるか。ともうね、何でも消毒しなきゃ怖くなって、そうだね。もうコロナより全然前の話ですけど、コロナの時あったように、買い物してきたものを全部アルコール消毒するっていうのをやってたんですよ。でもあれやってくると、だんだんちょっとおかしくなってくるんですよね。人間って極端に走っていくから、市民権のモデルになった人もね、どんどん潔癖症になって、最後はティッシュしか触れなくなったっていう末路になりますけど、あれね、本当になるんですよね。僕もティッシュでな、を持ってしか何も触れないところも到達してしまって、これはいけないと。言うんで、また自分でだんだん戻すように訓練しないと戻らなかったですね。で、訓練してだいぶもう普通になったらコロナが始まって、もう勘弁してくれようと思いましたけどね。また消毒に戻るのかと思って。ほどってね、本当難しい。どこがほどなのかよくわからないし。まずい菌がいたらまずいわけでね。見えないからね、金は、そう、見本当えないっに。て、金って言ってる人が、群衆と権力っていう本の中で、細菌っていう見えない群衆に気づいたのが人生の大ショックだったっていうようなことを書いてて、確かに昔あれ知らなかったわけだから、実は周囲に大群衆がいるって気づいた時には本当にびっくりしただろうなと思って。だからそれが恐怖になっちゃうと、本当外なんか出れないし、電車なんか乗れないし、人との対面の交流ってできなくなるっていうか、何にも触れなくなるし、全部が嫌だになっちゃうっていうか、恐ろしいってなっちゃうから、本当なんていうの、バランス、まあもちろんそうやって免疫が低下する治療を受けてる最中とかは気をつけなきゃいけないと思うというか、普段よりハイレベルで気をつけた方がいいに決まってるけど、普段の中でもやっぱその潔癖具合って自分の不安定さと連動するっていうか、不安の具合が大きい時って怖さ、いろんなものが怖くなるから、なんか電車でちょっとこう、みたいにやる人いて、マスクしてなかったら嫌だなみたいにすごい構えちゃうんだけど、元気な時って全然それ気になんない。で、それですぐ風邪ひくとかもあんまり思わないのに、本当に自分の状態によってそれへの感じ方も相当違うなっていうのは思いましたし、ついね、最近の話なんだけど、うちの末っ子が、年末、もう年の瀬にね、高熱を出して、で、これインフルかコロナかなと思って、病院はやってない時だったんだけど、今ファストドクターっていうサービス、ウェブサービスがあって、で、それだとこう要件を入れたりすると、それでお医者さんに見てもらった方がいいみたいに判断されたら、お医者さんがこう派遣されてくるというか、家まで来てくれるんですよ。だからそれ初めて利用してみたんだけど、結果すごいいいなと思ったんですけど、で、その場で検査してくれて、コロナとこうインフルの両方の、すぐ分かるっていうので、でね、インフルの A 型で陽性っていうのが出て、で、分かったから、すぐさまその日に、まあ、インフルなんだってことが分かったから、対処のしようがあるっていうか、インフルの場合は飛沫感染だから、まあ、唾とかが飛んだりしなければ大丈夫っていう、でコロナの方がもっとかかりやすいっていうか、飛沫だけじゃなくて、その触ったものとか同じ室内とかでもっとこう感染しやすいみたいにも記事とか読んで思ったから、まあ、そこまでこう飛沫が飛び合わなければ大丈夫だなみたいに思って対処してて、ご飯食べる場所とか分けて、末っ子だけ一人離れたテーブル、ちっちゃいテーブル出して食べたりして、してたら家族ね、ずっと年末だからみんな休みでいたんですけど、誰もかかんなかったんですよ。で、そういうふうにこう対策と何なのか、何の菌なのかとか分かると、途端にやっぱ安心するんだけど、分かんない状態で高熱が
出て、なんでなんだろうってなると、やっぱ必要以上に、まあそれ正しいと思うんだけど、必要以上に恐れて距離取って、もう隔離の一番最上級のやつみたいのすることになっちゃうから、本当そのブラックボックス、さっきの話じゃないけど、ブラックボックス的な見えないもの、群衆への対処っていうか、まあ心の持ちようって本当にやっぱ難しいなと思いますね。コロナの時僕びっくりしたのね。うそういう神経質な方に異常になるっていうのはすごく分かりやすいと思うんですよ。どんどん消毒してもう何も触れなくなるみたいな、おかしくなっちゃったみたいなのが分かりやすいと思うんですけど、逆側もあるんだなってことを初めて知ってね。もう是が非でもマスクをしない、病院でマスクしろって言われたら泣いて抗議するみたいな人いるでしょ。そこまで嫌がるっていうのも、なんかこれちょっと変じゃないですか。確かに。だから逆方向に変になっちゃうってこともあるんだなっていうのを初めて知って、絶対に気をつけないぞみたいな方向に、なんか極端化することもあるんだと思って、この人間の極端化の不思議、なぜほどほどができないのか。普段はマスクせず病院に行って、ね、他の人が不安な人がいっぱいいるところではマスクをしてあげようとかに、泣いて抗議することはないんじゃないっていう。確かそんな人に。がいた。いや、いっぱいいますよ。あ、本当。ええ。もう、病院訴えるぐらいの勢いの人いっぱいいますからね。それはちょっとまた行き過ぎじゃないですか、行き明らかに。過ぎ、行き過ぎ。一 そ人こしまでなこいだわのるなこらといいじけゃど。確だかからに。ね、両側いるんですよね。両極端にな、触れるっていう。そう、なかなかね、だから本当に中庸が難しくて、極端化の方がやっぱ人間楽なんでしょうね。でもその極端の人同士がこう混在しなきゃいけないわけで、まあ、そこで大変揉めるわけですよね。それを見て本当に、ああ、こういう大変さが生じるのかっていう。健康とかね、まあ、生命の世界っていうのはさ、善悪では判断できないじゃないですか。要するに、あるものな、何かをしてればいいとか、これ飲めばいいとかね、その同じものでもこう取りすぎると毒になったりとか、そういうバランスが大事ってなわけなのに、割とそういうのってこう、なんか考えにくいというかね、それこそ今みたいな世界だと、みんなやっぱりコロナ以降、特にそうだけど、そのいろんなことにこう知識を得て関心持たないといけないみたいなね。でも大変なんですよね、そんなこと。知識を自分で考えろって言われてもね、普通の人はそんなこと、そのお医者さんですらさ、意見がいろいろ違う人がいるのに、自分そんな判断できないよとみんな思ってるような、こう非常にこうしんどい環境に、侵されているときに、仕事も忙しいしさ、いろいろ他にもやることあるのにね、エネルギーが割けないわけじゃないですか。そうすると、やっぱりこう、とにかくこれをしたらいいみたいな、善悪でそれを見ちゃうということが、やっぱり楽というかね、そっちへ流されがちだっていうのは確かにあると思いますね。今のを聞いてたら、それこそさ、インターネット上とかでこう話題になってるネトウヨっていうものだったりとかさ、陰謀論とか、そういうのも、その極端化のこう一類型というか、やっぱこうだってなかなか決めれないものを決めて、まあ、すっきりしたいじゃないけど、世界の見方をそれに固定したいみたいな、そういう願望なのかもなって、今のお話聞きながら、こう、通ずるものとして思いました。そういなんうか、ああななたたが困っは、てるのは全部、あ、すみません。いい、どうぞどうぞ。いや、あなたが困ってるのは全部これのせいなんですよって言われると、なんかスッとするっていうかさ、そうだと思なんかこう宗教とかにこうはまりやすい、ね、そういう傾向もそういうことだと思うんですけどね。なんかいろんなものの相互作用でこうなってるとか言われても、なんかもう一つ すっきりしないから 全部こいつが悪いんだよって言って 言ってほしいっていうのがね、やっぱりあると思うね。
頭木さんはいかがですか？いや、だからその病院なんかで宗教の関与よくあるわけですよ、親戚とかあ、そうなんだ。で、まあ、例えば先祖のせいであなた今こういう病気になってるあ、といなうのるは、まあもう頭に来る人もいるんだけど、一方で泣いて感激する人もいるわけああ、そうか。です。やっぱりもう原因も分からずにひどい病気になって、なんでこんな不幸なんだって時に、それが先祖のせいとか言うんだと、もう理由ができるから。なるほど。やっぱり救いなんですよね、それはすごく。だから、ああいう時に勧誘されちゃう人はね、バカだなんだとはね、一概には全然言えなくて、本当に追い詰められると人間なんかね、で、しかも理由がない、ただの偶然で全く意味がない。全く意味のない不幸っていうのはね、ものすごい辛いわけですね。なんか天罰とかいう方がマシなわけです。だから、そういうのをね、こうなんですよって明確に言ってくれる人がいると、ものすごい引きつけられる人はどうしてもいるわけですよね。それはその人がそんだけ愚かってことじゃなくて、どれだけ追い詰められてるかっていう方がむしろ大きい要素で、そんなもん引っかかるかよっていう人は、まあ余裕があるわけですよね。その勧誘する側から見ると、やっぱり病院とかマーケットなんですよね。そうそう、余裕のない人ばっかりだから。そうそう。あと、大学とかもよく来るじゃないですか、その勧ああね、誘とかね。確かに。あれもやっぱりその若くて、まだその将来不安とかいろいろね、ちゃんとした職にまだつい将来どうなるか分かんないみたいなね、で、とこがあるから、やっぱり勧誘する側から見ると、会社なんかに行くよりは、大学に行った方が絶対信者は増やせるみたいな感じだ。僕、宗教で本当不思議だなと思ったのはね、東大で電子工学とかやってる人が宗教入って、その教団からもらったね、なんか明らかに電卓改造したみたいなものがあるんですよ。それでなんか宇宙の位置と交信するみたいな。この人絶対これの仕組みわかるはず。絶対この仕組みわかるはずなのに、これを。要するにまあ、だって石ころとかもそうでしょ。これが聖なる石だって言われれば、誰だって石ころだけどやっぱ聖なる石なわけで。ああいうものだってね、やっぱ仕組みが分かったってもそうなるわけで、これはね、もうそれが理解できるできないとかいう頭の問題ではなく、どれほど心が追い詰められて、その明快な回答、いろいろ世の中複雑でこう絡み合っててよく分かんないことが起きてんだよみたいなことは非常に辛いわけですよね。あと偶然とか理由ないとかね。僕の病気の人なんかがやっぱり勧誘されやすいのは、やっぱり原因不明なわけですよ。え、何じゃないっていうのは分かってる。ウイルス感染しないから、その感染しないからウイルスじゃないとか、遺伝しないからそれじゃないとか、何じゃないっていうのは分かってるけど、何だっていうのはまだはっきり分かって。そうなると、そこにね、何だっていうのが欲しいっていう気持ちが。そりゃそうだよな。そういうのはね、まあ弱さは弱さなんですけど、誰でもやっぱりありますよね、病気に限らずね。本当にそういそううですね。社会的成功に近いエリート層でも、そういう大きい不安は抱えてるし。今日はね、お時間だからここまでにするしますけど、なんだかわからないものではっきりさせられないっていうものを描けるのが文学でもあると思うので、なんか今後またその文学っていうことでもこのお二方で語ってほしいなと思いますし、吉岡先生はその哲学のことで前比喩に関して教えてくれて、その比喩を人が太古から使い続けてるのはなぜかっていうことを教えてくれて、それってやっぱ文学が持ってる力とすごく共通すると思うので、そういうテーマでもやりたいなって今日今のお聞きして思いましたし、宗比喩教のおの、話面白そうですそう、すごい面白いですよ。そう、それやりましょう。あと、落語会もね、またやりたいですし、なんそう、か今さっきのね、勧誘の話日、をすると、なんか宗教って悪者みたいな印象を持つ人もいるかもしれないけどさ、やっぱり宗教のコアの部分には、やっぱりなんだかわからないものを扱うね、そういうポテンシャルもあるんですよ。
救いを求めてみんな行くんだけども、それとは全然違う の方向のね、要するにせっかく分かってた人生を宗教に入ってかえって分からなくさせられたみたいなね、そういう 自分の悩み、だから宗教は悩みを解決するんじゃなくて、その悩みを深めるみたいな側面があって、それはやっぱりね、文学とか哲学と共通する、この要するに生きることのわけのわからなさを扱うための知識がね、あるんですよ。でもそれをなんかあんまり、今、宗教という言葉でみんなあんまりいいイメージ持ってないっていうか、でもそれはね、僕、宮古島に移住して本当に考えが変わりました。病院にいたせいですっかり宗教嫌いになったんですよ。退院するとすぐ宗教の会の電話ばっかりだし、もう本当に勧誘されすぎて宗教アレルギーになってたんですけど、宮古島に行った自然信仰で、ものすごい台風が来るんですよ、本当に。もう東京ではね、まるで経験したことのないね、もう東京の台風って本当に引退後ぐらいの台風でね、10代の暴力みたいなのやってくるわけです。そうするとね、もう部屋の中で祈るしかないんですよね。でも祈りっていうものはこういうものかっていうのをね ちょっと体験した。実感して、その自然を恐れ、だからなんだろう、いいことがあってくださいって祈るっていうより、その恐れと、なんだろうな、この祈る対象ってのは必ずしもいいもんだけもたらすっていうよりは、恐れと豊穣と両方と持ってるのが自然信仰で、もうなんだかわからないけど祈ってしまって祈るしかないっていう境地はね、やっぱりどうしてもこう人間あるなと思って、それはすごく思って、やっぱり宗教もそういう意味ですごく必要なものだなと思いましたね。ね、ちょうど私昨日昨夜横道さんとイベントで宗教をテーマにやったので、まあ、横道さんの場合は宗教2世の当事者だから、やっぱりそのカルト的な宗教が成している現実っていうことにとか、まあ、どんな人が宗教1世として入信するのか、そのカルト的なものにっていうこととかを話したんですけど、まあ、でも私は結構その横道さんと出会う前から宗教学には魅力を感じていて、鎌田東司先生好きだったり、中田光さん好きだったりとか、やっぱそのなんだかよくわからない強さを持っている信仰者たちっていう魅力はすごくあるし、もうすごく困ったら伝統宗教にすがれば、まあ、大丈夫かなみたいな思いはずっと思ってたので、なんかこういうことも、それ別に宗教じゃなくても祈らずにはいられない人間っていう意味で、次回お話ししたいなっていうね、今回の災害能登の地震でも、やっぱその場にいた人というか、今でもね、被災者の方はもちろんのこと、そうじゃない現地にいない人たちも、皆様のご無事を祈りますっていう言葉が出てくる、自然と多くの人がそういうことを発信してて、やっぱその驚異的な自然みたいな、こう人間がどうやったってコントロールできない、いつ起こるかわからないみたいなことに対しての祈りっていうのは、どんなに賢くなっても捨てられないと思うことなので、そう、それ次回やりましょう。じゃあ、はい、お時間がね、迫ってきたので今日はここまでにしますけど、すごい今日も面白かったです。ありがとうございました。ありがとうごありざいがとうございましした。た。はい。